東北大学文学部長の柳原ですこの度は文学部のサイトにアクセスしていただきどうもありがとうございますさて皆さんは今の世の中のトレンドは何だとお考えですか私は多様性の尊重であると考えています最近よく耳にする言葉にダイバーシティという言葉があります これは多様性を英語で言ったものです。そしてダイバーシティ社会とは一人一人の国籍性差アイデンティティ信仰価値観こういったものをありのままに認めて尊重し合う社会のことを言います。生物多様性という言葉もよく耳にします。金子美鈴風に言えばみんな違ってみんないいということになります。 一方少し前まで世の中のトレンドは選択と集中でしたこれは成果の上がりそうな分野を選択してそこに人やお金を集中して投入するというやり方ですこのやり方は非常に効率的ですしかし当然のことながら切り捨ててしまう分野 切り捨ててしまう人というものが生じてしまいますそしてともすれば考え方が単調になり社会に余裕がなくなって災害などいざというときには思わぬ弱さを露呈することになりますそれに対して多様性に富んだ社会こちらは確かに効率はよくありません しかし社会に余裕や柔軟性があっていざという時に破滅的な事態には至らないと言われています実は東北大学文学部は多様性を売りにしていますダイバーシティな学部といってもよいかもしれません。26の専修があってそれぞれが教育研究活動を 多彩に繰り広げています例えば「使用する言語」という面でいきますと日本語中国語ハングルインドネシア語英語フランス語ドイツ語イタリア語ロシア語と多岐にわたっています。ギリリリシャ語、語、語、語ラテン語サンサスクリット語パーリ語といった古典言語も学べます。 それから皆さんはおそらく聞いたことがないと思うんですけれどもタロ語カクチケル語といった少数言語も研究しています日本語で言えば古代語から現代語までそして方言も対象となっています行われている研究教育の方法も多様です文学作品を じっくり読み込む哲学書や歴史書を深く読み解くこうした伝統的な方法だけではなくてフィールド調査統計調査実験といったものまで行われていますもはや文系と理系の垣根はないと言ってもよいかもしれませんこうした文学部からは 多様な人材が育っています近年地域で日本で地球規模で大きな災害が相次いでいます大地震台風豪雨そしてパンデミック残念ながら私たちは安寒として暮らしていけるような時代に生まれついてはいないようです こうした危機の時代先行きがよく見えない時代には多様な視点から物事を考える多様な視覚から物事を深く考えるこういったことが必要です。そう考えますと今文学部が世の中から非常に強く求められている。 このように言えるのではないでしょうか2022年東北大学文学部は創立100周年を迎えます数ある文学部あるいは人文社会系学部の中でもとりわけて長い伝統と豊富な研究資料を持ちそして充実した教員陣を要しています 志の高い皆さんとこの青葉茂れるキャンパスでお会いできることを楽しみにしておりますこの度は東北大学文学部の進学説明に関心をお持ちいただきありがとうございますこれから説明をしてまいります まず東北大学文学部で学ぶことについてお話しいたします。東北大学文学部は人文社会学科の一学科からなっています。一学年全体の募集人数は二百十名ですが、二年生から所属することになる専修は二十六に分かれます。各専修の研究室に分かれて学ぶという中で。 少人数を対象にした中身の濃い教育が行われています各研究室にはそれぞれ独自の伝統や文化がありますこうしたそれぞれの専門の研究から成り立っている魅力ある多様性に東北大学文学部の重要な特色がありますもちろん同じ文学部の中の他の分野の授業を受講することもできますし それは、広く人文学、社会科学を学ぶ上でとても必要なことですが、自分が選んで入った専修の専門が文学部での学びの軸になります。その軸をどの専門に置くかによって、学生生活はずいぶんと違ったものになります。なお、少人数教育を重んずることから、各専修には10名あるいは 15名を上限とする定員が設けられています。この定員を超える希望者があった専修では、1年生の必修科目の成績をもとにした選抜が行われます。そうした選抜によっては、第1希望ではない第2希望以降の選修に所属することもあります。ここで、 文学部に在学する4年間の予定について確認しましょう。1年次は、主に広く教養を学ぶ全学教育が中心になります。この1年次には、2年次以降の先修を選ぶ上で、参考になるような授業を受ける機会もあります。実際に、先修に分かれた後の2年次には、全学教育とともに、 専門の分野を本格的に学び始めます3年次、4年次には専門をさらに深く掘り下げて研究することになりますこうした学びの大切な一つの集大成が卒業論文ですこうした4年間の学びの中で語学を学ぶことは1年次から一貫して大切に考えられています 新たに言葉を学ぶことは、物事の新たな見方や考え方を学び、多様な文化を尊重する意識を高めることにもなります。そうした考えから、海外での研修や、海外からの留学生との交流にも力を入れています。積極的に視野を広げ、深い思考を行うことを重んずるこの文学部での学びは、大学院への進学はもちろん、 社会で活躍する上でも心強い支えになるはずですまたこの文学部における学びの中では教員免許や学芸員、社会調査士、日本語教員の資格などを得ることができますさらに国際社会で活躍する力を高めたり確かめたりする機会として外国語能力の検定試験などもあります 今日強く求められている国際化に関しては東北大学全体の幅広い取り組みの中でこの文学部の学生もたくさんの留学の機会に恵まれています実際にこのように多くの学生が留学の機会を得て海外で学んでいますこののの中には、東北大大学学が海外の大学との間で結んだ 大学間学術交流協定による交換留学の制度を活用した学生も少なくありません一言で留学といってもそれはその人の人生にとってかけがえのない貴重なものになるはずですまたそうした貴重な学びを経験して帰国した人が多くいる中で学ぶということも大変意義のあることですこの文学部は 留学をした人たちの多くの具体的な経験と知識が語り継がれ、受け継がれる場所でもあるのです。そのことは、新たに留学を計画する上で大きな支えになります。後輩が先輩の経験や知識に学ぶということは、その取り組む心構えや姿勢を学ぶことでもあります。自分がこんな風になってみたい、 こんな風に活躍したいと手本に思えるような先輩あるいは同学年の学生が身近にいることは学びの場ではとても大切なことだと思います直接アドバイスをしてもらうこともできます授業や研究の場で切磋琢磨し合う人と人との関係が将来の進路の決定に生かされることも少なくありませんなお そうした学びは留学だけではなく毎年文学部主催で行われている有料の公務員講座や教員養成講座などの就職活動の場にも活かされていますさてここから三ページが今年の三月に文学部を卒業した学生の進路の内訳です学生一人一人の努力もあって この文学部の実績は東北大学の他の学部と比べても遜色のないものとなっています先ほどお話しした公務員講座を受講する人が多いように公務員になる人が多いのが近年の傾向で昨年度は卒業者全体の4分の1に及ぼうかという結果になりました大学院でさらに学ぼうとする学生が多いことも 学部教育と同様に大学院教育を重んずる東北大学にとって大変望ましいことですテレビ局や新聞社などの報道機関も数十年前から文学部の学生が希望することの多い就職先です専門での学びを生かせる職業として教員となることを志望する文学部生も少なくありませんただし 今は、高校・中学校の教員になる学生は、20年前、30年前ほどは多くないようです。就職先は、このようにかなり多様化する傾向にあります。これまで、 東北大学文学部での4年間の学びについて説明してきました。私たちはこのような学びの場で有意義な時間を過ごしたいと希望する人をぜひ迎え入れたいと思っております。これからはそのための入試について説明いたします。まず、東北大学文学部の教育理念をお話しします。 私たちは人間性に対する鋭敏な感受性や深い洞察に基づく人文学社会科学の知見を備えた行動力のある人材を育てることを目指していますそれは文化の多様性を尊重する確かな見識を持った人材でもあります現代社会が直面する困難な課題の克服のためにも 真の意味での国際化の進展のためにもこうした人材はとても必要であると考えています東北大学文学部は2年後の2022年に創立100周年を迎えますがその長い時間の多くを人文学・社会科学に培われた優れた知性を育てることに傾けてきました 学生を受け入れる上での現在の私たちの方針、アドミッションポリシーは、この東北大学文学部の教育理念と志を同じくして、優れた知識と能力を身につけ、社会に生かすことを強く希望する人を求めるというものです。この度の説明をご覧くださり、お聞きいただきありがとうございました。